こちらのデンタルクリニックの特徴というか、基本的にこう削らない治療をされるというようなこと。当院は基本的に対処療法じゃなくて原因除去の治療を目指しているので、神経は残したり歯も極力削らないで自己免疫を上げるっていう観点から、食育もそう、姿勢とか、ベロの位置とか、口腔の周囲筋とか、唾を出してもらって測る測定器があるので、毎回測るんですよ。そうすると病気になってる方っていうのはものすごく酸性低いで、ですよね。削ったりする治療ってよくないんですかね。もう崩壊してる場合は削らないといけないんですけれども、歯って大きく開けると、一番外側の硬いね、エナメル質で水晶ぐらい硬いものがあって、次に上下質って言ってちょっと柔らかい、で最後の3層目に神経が入ってて、で神経っていうのはここからこうぐーっと来て、ポイントにこうやって硬い歯の中にもこう血液とかリンパ球とかいろんなものがこうぐる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 回ってると、病原菌もそこに入っていきますし、だからなるべくやっぱり神経は取らない方が、できますよね。そうなんです、なので削らないで大丈夫な、本当に初期段階の虫歯とかであれば、ミネラル分をしっかりあのもう一回入れ込んでね、固めて削らなくて大丈夫っていう治療とかもあるんです。そんなでも治療されてるクリニックってあんまりないじゃないですか。そうなんですよ。何かしないと保険ですが入らない。結局お金ですよね。そうなんですよ。話したり指導することに対しての保険点数がないから、やっぱり手っ取り早くね、あの削って難点っていう感じで、薄利多売じゃないですけど、ちょっと回していってしまう保険診療の歯医者さんは多いと思います。多いですよね。まず行ったら CT 取りましょうっていうことが多いんですよ。最近やっぱり多いみたいで、私のところのレントゲンはある意味被爆が一番少ないやつで、あとは CT は本当に滅多なことじゃないと取らない、もう年に1回も取らないぐらい。結局お金の点数がやっぱり絡んでる。全然そうです。口腔内もやっぱり細菌が基本的に共存してるもんだから、除去したらいいっていうわけでもないと思うんですけどもね、こちらのクリニックではどういう考え方でされてるのかな。口腔内写真で必ず撮ってね、画面に写して、まず見る。それで2回目に唾液検査って必ずやるんですね、その人の歯周病菌とか虫歯の菌とかは人によって違うんですよ、なので菌っていうのは結局共存してね、取り除くってことはやっぱり考え方としては間違ってて、間違ってますよね。ある意味腸活って言いますけど、腸の上流って言ったら口腔内ですから、で口腔内が例えばものすごく歯周病の、菌ですごいと、実はアルツハイマーとかね、地球の中にも不妊症の人とかだと歯周病菌がね、羊水の中にいるっていう。でそうなっちゃうと低体重のね、子供だったり流産だったり、あとは発達障害とかにもなる。口腔内のその細菌が分かれば、体のその異常も分かったりすること。そうです。まあ例えばアルツハイマーもそうなんですけども、すごく大事なシステムだから、血液の脳幹部ってすぐに菌がね脳に入り込んだら大変なので、ちゃんと赤素みたいな感じなんですが、でも何十年にもわたってその赤素の手前にその菌がねずっと壁にはびこってると、そこの壁自体がどんどんね変性しちゃって、そのタンパク質が内側まで行って、そこからアルツハイマーになるっていうのはもうね、いろんな文献でもたくさん立証されてて、それを知らない人が多いんですね。全部で歯は親知らずを抜いて28本あるんですけど、私たちって、咀嚼とか食べ物の関係で顎がちょっと狭くなっている人が今多いんですよ、だから今の2000年以降の子供たちは親知らずが結構ない子が多い。ないというのは生えてこないのか。もう血生えがないんですよ、歯の赤ちゃんが。だから私が卒業したての時っていうのは明治大正の人もいましたから、そういう方っていうのはよく噛んでたし、よく脳細胞とかもしてたから、顎が結構成長ちゃんとしてて、そういう人たちっていうのは親知らずも生えてたし、第二親知らずみたいなのがあるぐらい、そうなんですか。すごくねしっかり顎骨も発達してたんですけど、今の人たちっていうのは本当に5人に4人が歯列不整って言われるぐらい、歯がとってもね歯列球っていうんですけど、このアーチになってるところものすごく狭いので、子供でも重なって生えてくるんですよ。そうすると口腔内の一番大きな筋肉、舌筋か、ベロね、ベロの筋肉ってすごく大きいの、なんか想像できますよね、舌が本当は自由自在に動いてとかって鳴らしたときに、この上のところにベロの先端がこうやってある感じで
それで閉じるっていうのが通常で、今はベロを収めきれない、狭いから、だからいつも口を開ける高呼吸になっちゃったり、小さい時にその歯列球が育たないような生活習慣にしてると鼻呼吸するこの穴があるんですけども、はい、それが最初が閉鎖してる、はい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 、鼻呼吸ができないような子だと、鼻呼吸っていうのは脳を冷やすっていう役目もあるんですよ、うん、高呼吸だと冷やさないんですね。集中力とかアレルギーとかがすごく多くて、ですから本当に当院では小さい時から歯が生えるような時から来てくださって、食べ方、飲み込み方、寝方ね、どんな風に寝てるとか、うん、子供を育てる親自体がちゃんとしてないと、はい、妊娠してるのに携帯電話を置いてるとかね、あ本当にね、その情報が全く遮断されて育てている人たちもいらっしゃるから、行って直してもらうとか、そうですね、だからその考え自体を今日捨ててくださいっていつもここでも言うんですよ、うん、これは歯科もそうですと、根本治療していくから共同作業になる。そうですね、どうしても人任せにする患者さんが多いと思うんですよね、うん、何でもね。そうなんです、うん、例えば歯でもね、ちょっと虫歯ができただけでも、うん、歯を抜いてインプラントにしましょうっていう歯医者さんもいるんですよ。それは処置方針ですから、うん、歯も臓器の一つだから、感染したらそれは良くないと、うん、だったら菌がないものを植えた方がいいですよっていう処置方針の人もいれば、うん、当院のように環境さえ整えば、実は歯周病とかっていうのも80歳の方でも歯槽骨って骨が上がってくるんですよ。でそういう治療もうちはしてるから、うん、どういう考え方の先生で、うんうんうん、どういう処置方針をしてるかっていうのは、雲泥の差があってです、ね、先生選びがすごい大事だと思います。いや、本当そうです、はい、お口の中のアマルガムって結構水銀、水銀です、詰め物ですよね。それこそ諸外国ではもう、ね、捕まるぐらい、うんうんうん、有害重金属を直接入れるという、はいはい、本当にちょっと前ですよ、はい、一応保険適用外にはなったらしいんですけど、昭和20年30年40年50年ぐらいの方っていうのはこう口開けると、昨日もちょうどアマルガム除去した方は70歳の人だったんですが、小学生の時に入れられたって言ってましたね。今みたいにプラスチックで光で固めてすぐに固まるみたいなやつもなかったので、まあ、アマルガムっていうやつが主流だったんですね、うん、それで私が大学の時もそのアマルガムを詰める実習とかがあったんですけど、うんうん、私は平成になってから卒業してますけど、一回もアマルガムは自分で詰めた時はないですし、うんうん、危険なことも知っているのでやってませんけど、本当に古い先生だと未だに入れているところもあったんです。最初入れた当初はですよ、はい、3年ぐらいは別に無害って言われてます。ただ口腔内っていつも唾液にさらされて、うん、pH がね、うん、酸性に傾いたり、うん、本当に熱いものを入れたら熱くなるし、冷たいものを入れたら温度差もあったり、うん、外界からの刺激もすごく強いので、はい、3年ぐらいすると、まあ、アマルガムって言ってその水銀に限らず、保険のパラジウム合金っていうやつはやっぱり腐食って言って変異炎がね、うん、やっぱりちょっと錆びてきたりこう劣化してきたり、それはいわゆる銀歯的なもの、そうそうです、全部そうですか、大体なるとは言われてます。あ、そうなんですね、うん、ただそれも3年ぐらいで腐食になって、うん、それで7年後ぐらいに取れるっていう、まあ、そういうデータもあるんですけど、もちろんその人の生活習慣とか、うん、食いしばりですね、グ、うん、って、まあ、これも寝てる間の無意識なので銀歯が外れやすいとかいろいろあるんですけど、体に一回異物を入れてしまうと劣化していきますから、うん、アマルガムは特に、3年以上経ったらある程度のあったかいものを入れると気化するんですよ。それ多分 YouTube とかに出てますから、うんうん、で気化してそれを自分で体内に取り込ん でそれも血液脳幹のところでね、水銀が一応止まってるんだけど、それも神経系に溜まるって言われてて、だから結構認知症になりやすかったりするので、なるべく早く本当は取った方がいい。いいですよね。そのアマルガムかどうかっていうのは見て分かる、見てすぐ分かる。ただね、専門家の人が見ないとちょっと分かりづらい感じなんでしょう。ですか、気になる人は見てもらった方がいいんですね。ただ、うん、そのアマルガムの、その勉強してない先生とかに、うん、ちゃうと、うん、やっぱ外す時のリスクとか、いやそんなの全然っていう、ね、先生も多いので、うん、だから最初に行くセカンドオピニオン、サードオピニオンっていうのを言ったり、うん、こういう私みたいな考えをしているドクター、うん、いい先生はいい先生同士、そうですね、そうそう、同じ考え同士でつながってるから、うん、そこは大事ですね、そこ大事ですね。で例えばアトピー的な赤い発疹が出て、はいはい、別にそれが普通って思ってる方が、私がこの話をして、うん、はい、アマルガムを除去してる最中にさーっと引いていって、いや
すごいっていうのはもう私も何十症例って見てるし、そうですか、はい、であとはここ 2,3 週間前の話ですけど、タクシーの、まあ、運転のドライバーさんがいて、うん、その人ももう60過ぎになってるね、やっぱり年でこうバックするときにスッと一発でこう入れられなくなったから、はい、なんかちょっと年取ってきたのかなって思ってたんですって、はい、それがアマルガムを取った途端に CKK だから平行感覚の方もいったみたいで、うん、なんかシュッて入れれるようになったんですよ。すごいすごい感激して、なんか取ってその次の予約の時に担当の衛生士さんにも聞いてくださいって言って、こんな良くなったんですって言ってね、感激の声を聞いたりとか、自分では分からないその原因不明の症状も、うん、口の中のことから来てることがある、金属何が入ってるかとかもありますし、うんうん、組み合わせってすごく大事で、うんうんうん、例えば誰かとポン自転車でぶつかっちゃったとか、はい、ぎっくり腰したとか、はい、背骨が曲がったり腰が曲がっても、うん、顎椎って私たちこう全身のバランス全部で取ってるから、はい、ここだけ見ても、うんうんうん、結局そもそもが頸椎がずれてたりとか、うんうん、あとすごく悪い悪周期があったり、骨盤自身が歪んでる時はそっからやらなくちゃいけないと、はい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 、だから私のところではそういう整体の先生と連携してて、やっぱりあこれは歯だなっていう時は歯からやりますけど、うん、歯じゃないなって思った時はその先生を紹介したり、足首の方に歯の組織と密接に関係している骨があるんですけど、うん、そこを当院の衛生士さんとかがちょちょっと触って変えてくれるんですよ。そうするとその瞬間変わったりとかするので、神経を残す治療という、はい、はい、神経って保険の標準治療だとレントゲン見て、うん、神経まで虫歯がちょっとあるっていう統括を見ると、はい、もうそこで神経取りましょうっていうのが保険の標準治療なんですけど、うん、はい、今は再生治療の時代ですから、うん、神経取らないでいいお薬があるんですね、うん、だからそれを当院では使っているから、それを目当てに来る患者さんが多いです、うん、神経を、まあ、取るまで行ってるっていう虫歯っていうのは結構大きな穴が開いてしまってるので、はい、そこの穴は物理的にも塞がないと食物とかが入っちゃうから、そこは詰めるんですけど、レントゲン上で神経まで行ってるような歯っていうのは神経を取って人工的なものを入れて、うん、かぶせるっていう治療なんですけど、はい、神経を残すことによって歯の削る量も最小限にして、うん、で神経を残すことによって血液の循環とかっていうのも温存できるから、うんうんうん、基本的に歯が長生きするって感じですね。神経取らないとなるとこう痛みとかはどうなんですか？痛みがすごく敏感な方とかはやっぱり麻酔が切れたら冷たいお水とか、うん、すごく温かいものとか温度差が激しいものには敏感になったりする方もいらっしゃいますけど、大体の方はそのまま大丈夫です。再石灰化って言ってはこうミネラルをきちんとそこで作ってくれながら防波堤みたいのを歯の中に作ってくれるので、それがうちはすごくメインでやってます。であとは歯周病でグラグラした歯ね、はい、やっぱりそれもレントゲン上歯がねこうやって1本こうやってあるとしたら、うん、いいってやった時見えてるところが3分の1で、うん、3分の2が骨の中にしっかり入って、うん、まあ、強固に支えられてるんですけど、その支えられている骨がガーッと下がってしまうと、まあ、やっぱり揺れるじゃないですか、うん、歯周病っていうのは歯と歯茎の間に溝があるじゃないですか、はいはいはい、歯周ポケットで健康な人だったら、まあ、1ミリ2ミリ、まあ、3ミリ以内っていうのが普通なんですけど、うん、一部分ねすごくかなり強く当たってるとか、あと歯槽膿漏になったりとかするとそこの溝が5ミリも6ミリももうグラグラすると根っこの先まで行くと10ミリってなってすごく深くなっちゃう、つるつるとグラグラするんですけど、下がってきて揺れてるから抜きましょうっていうのが、うん、まあ、オーソドックスなその標準治療なんですけど、それをしっかりと光殺菌で菌を無菌化にして歯の当たり具合とか、あともちろん食事とかそういうのもちょっと変えてもらって、うん、しっかりグラグラしたのを治す治療をしてます。あ、そうですか。もう一つ特徴的なのは、うん、はい、夜だけ矯正って言って5人に4人がね歯列不整って言って、はい、歯並びがちょっとこうガチガチしてる方が多いんですけど、うん、悪い習慣があると体型が崩れるように歯並びもやっぱり崩れてくるんですよ、年とともに、はい、そうすると意外に首から上っていうのはいろんな神経がはびこっているので、うん、自己免疫力とも非常に密接に関係してるんですね、うん、矯正っていうと皆さん心理的、ね、見た目をきれいにしましょうっていうのが主流です、うん、それで今の日本っていうのは大学でも国家資格でも抜歯矯正っていうのが主流で、うん、ここ
4本抜いて、はい、ワイヤー矯正をするっていうのが認定医を取る主流にまだなってて、はいはいはい、本当はちゃんと並ぶように、本来の位置まで大きくしてあげた方がいい。ある時その矯正の勉強会に行った時に矯正歴40年50年っていう大御所の先生たちがいたんですけど、はいはい、やっぱりねあれ場所は良くないよねってご飯食べながら言い出して、ただ患者さんはそれがそうだと思わない。免疫疾患になったり、クローン病とかね、なんかいろんな疾患とかになったりとか、いや、たまたまって言ってるけど、あれって絶対関連してると思うんだよねって今思えばっていうこと言ってて。あ、そうですか。やっぱりそういう先生ってのはそういうのに行き着く先生だから、ものすごく勉強してるんですよ。うんうんうん、今は欧米の方では、非抜歯、抜歯しない矯正が主流って言われてて、ちゃんと本来育つべきとこまでやったら、ちゃんと入るんですよ。で、それを当院ではやってるので、うん、ちゃんと見せて、だいたい V の字型だったりもガチガチになってるから、うん、こっからここのね、はい、まあ、歯の長さっていうのは、うん、成人だったら何センチってあるんですけど、うん、そういう人たちっていうのは、そもそもこの平均値が測ると、小学校1、2年生のまま、ものすごい V の字型のまま生えてるから、うん、結局、ベロの動きとかが悪くなったり、いろんなことがあったりとかして、疲れやすかったりね。これを大きくできるってことですか？すぐにできます。え、そうなんですか？まあ、すぐっていうか、まあ、2、3年かけてですけどね。で、夜間、8時間から10時間入れて、はい、上の歯を支える骨っていうのはスポンジみたいに結構スカスカしてる骨で、800グラムでグッと押していくんですけど、内側に倒れてる歯をしっかり、起こしてあげて本来の位置までやっていくと本当に綺麗に並ぶんですね。それ年齢関係なしです。関係なし。え、そうなんですか。本当40歳以上の方が半分ぐらいかな。あ、そうですか、うん、だから矯正とかその子供には一番の財産ですよっていつも言うんですよ、うん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 、だから本当になんかぼーっとしててね、ちょっと大丈夫この子って目の力もないような子が、うんうん、決してその子が悪いわけじゃなくて勉強 しないんですよって言うけど、もう歯並びもぐちゃぐちゃで、それでお母さん自身がもうレンジでチンしてね、そんなのあげてて、いやいやお母さんから変わらないとお子さんのせいじゃないっていうことから私も指導させてもらってるから、当院の特徴っていうのは見た目じゃなくて機能矯正って言ってね、機能的に上げていきましょうっていう矯正をしていくので、結構みんなスタッフもそうですけど、本当にみんな若返っていくんですよ。10歳だから、よく整形したってよく言われるくらい、だって食事、考え方、言葉、うんうんね、全部変えたら、ね、若返りますよ。そうです。今のご時世ね、ちょっと自閉症気味な人って、100人いたら1人ぐらいだったじゃないですか。うんうんうん、それが今、7人か8人に1人かな。うんうん、すごいらしい。すごいんですよ、はい。やっぱり我が子は、そういうのに絶対さらしたくないと、絶対思う、うん。健康で賢く、その賢いのも IQ じゃなくね、うんうん、本当に生きる力と、すべ、ね、ての意味での賢さを身につけるためには、やっぱり日頃からのパーツの位置とか、うんうん、噛み合わせのここね、顎関節症もそうですけど、プロが見てちゃんと調節していかないと、長年使ってたらね、やっぱり噛み癖とかすり減りとか、うん、いろんなことがあるから、やっぱりそういうところを見てくれるところに行って整えとかないと少しずつおかしくなるし、うん、ましてや今の子どもさんたちは5人に4人歯列不整って言われてるぐらいだから、うん、永久歯と乳歯が生え変わる時にちゃんとした指導をしてもらったら、絶対矯正しないで、大人になってから高いお金出さなくても、うん、ちゃんとそこで完結していくので、うん、それすごく大事だと思うんですよね。フッ素の関係、はい、で子供とかでもフッ素をこう歯に塗ったりとかって言われるじゃないですか、保険治療でね、はい、あれ点数があるんですよ。あ、そうなんですね。だからなんです、ね、なるほど。フッ素は、はい、皆さんご承知のように、あれ劇薬だから ね。で、うちはフッ素使ってないんですよ、うん。でも、先ほどのアマルガムと一緒で、水銀と一緒で、はい、日本っていうのは、何事も改革するまでものすごく時間かかるというか、改革できない、うん、社会情勢が変わって店舗変えてないの日本だけで、ね、うん、日本の医療の大学もそうだし、うん、保険制度もそうです、うん、だからフッ素も塗ったら何点っていうのがまだあるから売ってるんですよ。でもうちは塗ってないです、うん、だから拒否したらいいと思います。ですよね、うん、あれでもその保育所とか幼稚園でされるっていうのを、まあ、当たり前に今でもっていうのを聞いたことあるんですけど、だから何も考えずに当たり前のようにされてること自体がおかしいな話であって、そうなんです。この日本の状況と、うん、なぜアレルギーの子が多いとか、うんうん、なぜ自閉症の子とかね、発達障害の子が多いとか、自分の子供に
とても深く関連しているっていうことを、うん、ちゃんとそれは見ないといけない。そうですね。特にお母様たち、うん、子供さんの予後接種とかいろんなことは、お母様が子供の命と子供の将来、赤ちゃん産める産めないにまで関わってくるので、うん、すごく大事な選択なので、ちゃんと慎重に。そうですよね。慎重にこれから大きくなる、はい、に伝承していきたいので。いや、本当そうです。本当そうなんですよ、うん、次につないでいかないといけない。そうなんです、はい、すごく大事なので。すごく大事ですね。貴重なお話ありがとうございました。ポンちゃんサバイバーミュージシャン浅井真也は、自力でポンちゃんを克服するための情報を配信しております。 YouTube 以外にも Instagram、X、TikTok などで配信をしておりますので、ぜひチェックしてください。また重要な情報は公式 LINE の方からお送りしておりますので、公式 LINE の方に友達追加もよろしくお願いします。ニコニコ動画もやっております。ニコニコ動画は YouTube ではバンされてしまうような内容の動画をお送りしてますので、ぜひそちらも見ていただけたら知識が深まると思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。